超手持ちのつむすべて紹介しておるまで終わりません。続きましてはリトルマーメイドよりアリエル。はい、ということでね、もうだいぶねレベル30まで来たから、もう多分数える程度くらいしか紹介するつむ残ってないはずなんだけど、まあどうだろうね。まあね、紹介するっていう時はもうね、くる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 サークルを描いて、でさーっと、それは映画が違うんでやめとこう。で、まあね、紹介し終わった後に、まあ一周回ってる間に、実はその、なんだろうな、新しく手に入ったツムっていうのもあるので、またそれをね、まあレベルはしょぼくて申し訳ないんだけど、それを紹介していこうかなというふうには思ってます。ね、手持ちのツムが増えちゃったんでね、また紹介動画をさらに作っていくというね、大きくなっています。本当はね、こういうのずっと続けてね、もう、最新のが出るたんびにね、コインぶっぱしてね、手に入ってっていうのを繰り返してたらね、もっとね、皆さんに最新の情報なんかっていうのを新鮮な感じでね、お伝えできたと思うんですけどね、なかなかね、だってアリエルもだってこれ初期面でしょ、多分ね。だって M サイズで21個しか消せないので、せめて20後半は消さないとっていうところなんだけど、くる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 ぽよんだもんな。はい、なんかね、今ね頭がすっげーぼーっとしててね、何喋ろうかなっていうのが全然浮かばなくてね、黙っちゃった、ごめんなさい。はい、ちょっとあれだな、もう100何本も上げててさ、そろそろ何喋るかっていうのを事前に決めてから入りなさいよっていうところだね。そうだな、だってさ普段さ心理学とかさクーみたいな話ばっかりしててさ、フリートーク下手くそって、もう邪魔女どれみよね。はい、ということで、あ、でもなんだかんだで1300コインはいってるんですね。はい、ポイントは少ないけどね、まあいいや。ということで、アリエルくるくる回るものでした。ではまたバイバイ。